にちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、皆さんに大事なお知らせがあります。 YouTube 始まって4年半ぐらい経つのかな。そうだね。そのうち3年以上は多分毎日投稿してると思います。ここまでね、続けてきたんですけど、この度ですね、 YouTube の方をやめません。ごめんなさい、全然書けないんですけど、2月の25日の土曜日に夜の9時からですね、 YouTube で初めてライブの方をやりたいと思います。いつもコメントいただいたりすることが多いんですけども、コメントで返すっていうのが非常に難しい。文章でもらっちゃうと言葉のニュアンスっていうか、そんな伝わりきれないところもあるし、やっぱりその言葉で言わないと、どうしてもこう文字だけだと表現しきれない部分があるのかなと思うのと、あともう一つが、コメント欄だと例えばトイレできませんっていう一言だけもらっても、その情景が全くわからない。なのでライブだともっとリアルにね、相談に乗ったりすることができるんじゃないかなと思いまして、今回ね、初めて YouTube ライブやってみたいと思います。今回ね、初めてやりますので、もしかすると音声だったりとか、または映像とかにちょっとね、どのような不具合が起きてしまうかも全くわからないので、もしね、何かそういったことがあった時には、今回はね、ご容赦いただきたいなと思うんですけども、初めてのライブということで、まあ今回はね、1時間からまあ1時間半ぐらい予定してやりたいなと思ってますので、もしね、お時間がある方見に来ていただけたらね、非常にありがたいので、ぜひですね、お時間ある方見に来ていただけたらと思います。はい、というわけで、人生初の YouTube ライブをしますっていうだけの告知でした。すいません。皆さんとね、楽しくね、できるのを楽しみにしてますので、ぜひね、お時間がある方見に来てみてはいかがでしょうか。